我が国で商売するならこっちの流儀に従ってもらうぜ。こんなヤバいシステム受け入れられるか、とっとと撤退だ。社会信用システムという言葉を耳にしたら、皆さんはどんなイメージを持たれますか？名前だけを見てみると、それほど強烈なインパクトはないように思えますね。ところがこのシステム、相当やばいんです。中国で導入されている社会信用システム、国民の活気を奪い去り、またこれに恐れをなして中国から撤退していく海外の企業が急増中とか。やばいと言われている社会信用システムとは果たしてどんなものなのか、そして中国はどんな状況になっているのか、どうぞぜひ最後までご覧ください。仕事が休みの日、皆さんはどんな過ごし方をされているのかな。僕はね、電子機器を一切持たずに、のんびりと自由気ままに過ごすようにしている。静かなところで本を読んだり、瞑想したり、時間を気にしないで歩き回ったりね。僕は仕事柄、普段はコンピューターに囲まれた生活をしているんだ。だからこういう時間がとても貴重に感じられる。こういうのをデジタルデトックスっていうみたいだね。なんだかさ、スマホや PC がそばにあると窮屈な感じがするんだよね。いつも誰かに監視されているような気がしてさ。昔の映画で未来世紀ブラジルというのがあったんだけど、知っているかな。徹底的に情報管理された近未来社会の恐怖を描いた作品でね、テロの容疑者を探し当てたコンピューターがどういうわけか犯人の名前を打ち間違えるというミスを犯してしまうんだ。その結果、無実の男性が強制連行されてしまうという怖い映画なんだよ。今から30年以上も前に制作された古い映画さ。この映画が制作された頃は、未来の起こり得ないエピソードとして気楽に見ることができたようだけど、現在はこういうことが起こりうる世の中になっているよね。だってスマホを持って歩いていたらどこにいるのか分かってしまうんだもん。実際中国では本格的な監視社会が始まっているらしい。国は国民が何をしているかを監視しているそうなんだ。それによって罰が与えられたり、特典が与えられたりするというのだからちょっと怖いよね。それが原因で中国から撤退する企業も多いんだってさ。近年中国で何が起きているのか、そしてこれから何が起ころうとしているのか、これから話そうと思う。ひょっとしたら未来世紀ブラジルが現実に起きてしまうかもしれない恐ろしい話だから、ぜひ聞いてね。僕の名前はヒロシ。大手の保険会社に勤務している。入社してもうすぐ20年、いろんな国に転勤してきたよ。アメリカ、オーストラリア、インド、中国。海外での勤務経験は貴重な経験をもたらしてくれた。異なる文化との触れ合いは人としての器を大きくしてくれるよね。中国での駐在経験は刺激的だったね。僕が上海にいた頃は街に活気があふれていて、パワフルな国だなって圧倒されたよ。あの頃日本の企業は軒並み中国へ進出していた。だから駐在員同士の交流も盛んだったんだ。だけど今の中国は随分と様変わりしてしまったみたい。ここのところ中国から撤退する企業が増えているというニュースはご存知かな。中国は労働力が豊富で、人件費も原材料も安い。土地はたくさんあるし、中国国内の消費は大きいし、輸出基地としての利用価値も高い。そんなメリットがあったから中国へ生産拠点や販売拠点を移した企業が多いんだ。でもこれらは過去の話になっているんだよね。今の中国は人件費も物価も上昇中。
それに環境規制の強化から輸出基地としての優位度が低下。そこへデータセキュリティ法の施行なんかも相まって、中国での事業にリスクが伴うようになったんだ。そこへ持ってきて新型コロナウイルスの蔓延だ。中国は他国のようなウィズコロナではなくゼロコロナ政策を強行して長期のロックダウンに突入した。これによって操業停止や物流の混乱が巻き起こり、中国へ進出している企業は疲弊してしまったんだ。いつまで経っても見通しの立たない状況に嫌気がさした海外の企業は工場や店舗の閉鎖を決断した。コロナの前、日本企業が最も中国へ進出していた頃と比較すると1000社以上が撤退したなんてデータもある。1日で1つの都市から数万人の日本人が退去したなんて話もあった。これだけ企業が去っていっても中国は方針を変えなかったのだから、日本なんてもう必要ないって思ったのかな。だけど撤退の原因は今話したことだけじゃないようなんだ。実は中国が導入しているやばいシステムを恐れての撤退という話がある。それは人としてあるべき人権を奪いかねないやばいシステムなんだ。そんなものがまかり通ったら人は人ではなくロボットのようになってしまう。まるで映画のような怖いシステムだ。中国が導入したやばいシステムというのは社会信用システムと呼ばれるものになる。これがどういったものかというと、中国政府が国民全員を監視しておのおのに点数をつけ、社会の信用度を可視化するというシステムなんだ。中国の国民はどこへ行ったか、何を買ったか、どのような振る舞いをしているかといった行動を全て追跡されスコアリングされるんだ。このスコアを信用スコアと呼ぶらしい。政府が国民を監視して一人一人に点数をつけ、それを個々の信頼度とする。そして点数に応じて待遇が変化するんだ。悪いことをするとペナルティが課せられ、いい行いをしていれば優遇される。一見するといいシステムのように見えるかもしれない。だけど優遇措置に対してペナルティが大きいのが問題だ。例えば公共料金を一度でも滞納するとブラックリストに載せられる。ブラックリストに載ってしまうと飛行機や電車に乗れないといった規制がかけられ、就職は不利が働き、また子どもの進学にも影響するそうだ。悪事を未然に防ぐというのが社会信用システムの目的らしい。だけどちょっと行き過ぎな気がするよね。低金利ローンの利用や旅行で受ける恩恵といった優遇措置もあるようだけど、ペナルティが厳しすぎる気がしないかい？これって少しでも悪事を働いたら社会生活を奪うぞという脅しのような気がするんだ。こうなると国民は萎縮してしまう。ちょっとでも羽目を外しただけでスコアが悪くなってしまう。ブラックリストに載ったら正常な社会生活を送れない。常にそんなことを考えて生きていかなきゃならないなんて辛いよ。それに考えようによっては政府はこのシステムを悪用することだってできる。国の意思や思想に反する人はわざとスコアを落として厳罰を下すことだってできると思うんだ。しかも中国はもともと情報統制の厳しい国だ。中国の国内にいたら海外では当たり前に知ることができる情報を知ることができないし、国民は政府が何をしたのか正しい情報を知ることだってできない。不都合な真実が闇に葬られるなんてあってはならないことが当たり前に起きちゃうのが中国なんだ。こうなったら冒頭で話した未来世紀ブラジルが現実になってしまう。国民は国の言いなりだ。国は社会信用システムという大義名分をかざして国民から自由を奪って支配するんだ。
実際にこのシステムが導入されてから街がきれいになったという噂がある。治安も良くなったそうだ。だけどそれまで活気に満ち溢れていた街は静まり、にぎわいを見せていた個人の店は消え、チェーン店ばかりになったらしい。街中に貼られている共産党のポスターが異常に増えたなんて話もあるそうだ。きっと僕が駐在していた頃の上海は変わり果ててしまったんじゃないかな。政府に対して異議を唱えることも過ちを正すこともできない。ただひたすら国家に従順な国民を作り出す、これが社会信用システムなんだ。さらにこのシステムは中国国籍の人だけじゃなく外国人にも適用されるそうだ。ペナルティを自国民と同じように課すのは難しいかもしれない。だけど基本的なスタンスは同じだと言われている。もしかしたら中国へ旅行に行き、ちょっとした悪ふざけをしただけなのに取り返しのつかないとんでもない責めを負ってしまうことだってあり得るわけだ。これってさ、現地に駐在している外国人にとっては死活問題だよね。だって中国にとって不利益になるような行いをしたら罰せられてしまうかもしれないんだよ。その行為が勤めている会社の通常の業務だとしてもね。またこのシステムは近々企業への導入も検討されているらしい。点数の悪い企業は税率の引き上げといった罰則が課せられるそうだ。税率の引き上げだけで済めばいいけど、もっと厳しい罰がありそうで恐ろしいよ。外資系の企業にしてみたらたまったもんじゃないよね。何から何まで中国の言いなりになって事業を行わなければならないなんてさ。中国の不利益になるようなものは扱うな。その技術はこっちによこせ。違反したから税率を倍にする。正常な国だったらそんなバカなってことが頻発するのが中国だ。だとしたらそんなリスクを抱えて事業は継続できないよね。だから中国から続々と企業が撤退していくのは当然の成り行きとも言えるね。それでも中国は貫き通すんだろうね。無理を通して道理を引っ込める、そういう国だから。もう中国とはまともなビジネスはできない。そう考えているのは日本だけじゃなく他の国も同じみたいだ。監視社会、それは中国だけじゃなく他の先進国でも多かれ少なかれ行われている。だけどそこに異を唱えることができない国が推し進めていくのは恐怖以外の何者でもないと思う。僕が週末電子機器を持たずに自由気ままに過ごすのは、ひとときでもいいから社会の束縛から逃れたいという気持ちがあるからなんだ。それが許される日本、僕はこの国がいつまでもこういう国であり続けてくれることを祈るよ。国民の行動を監視するなんて怖いわ。どこで何をしたか、どんな音楽を聴き、どんな本を読んだかまで知られてしまったら、どんどん窮屈になってしまう。本当に映画のようだね。これってさ、監視するのが人間から AI に変わったら、人間がコンピューターに支配されてしまうかもしれないね。犯罪撲滅のために監視をしている国は他にもたくさんある。だからどこまで監視するのを許すのかというのは公の場で議論されなければならない。中国にそれができたとは思えないね。中国で正しい行動というのは国に従順に従うことなんだね。それってさ、指導者が間違った選択をしたら国ぐるみで間違った道を進んでしまうという危険をはらんでいるってことだよね。今回のエピソードでは監視社会がテーマになっていました。監視社会について語る際に重要な2つの役割を果たすのがリスクです。例えば監視はリスクを最小限にし、可能な限りリスクを回避する手段として正当化できます。
事前に知ることで障害や危険に先手を打てることは社会にとっていいことだからです。しかし一方で監視は私生活への政府の不当な介入の可能性や個人的消費活動の商業的管理といったリスクの原因と見ることもできます。マンションに設置される監視カメラは外部からの侵入者というリスクを防ぐ目的で設置されていますが、設置されている同じ監視カメラがマンション内の住民自身の逸脱した行動を映し出したとき、それは当初監視カメラを設置した目的とは異なるリスクを発見したことになるのです。映されたくないプライベートなものまで映る可能性を心地よく思わない人は多くいるでしょう。監視社会を全て悪いものと批判することは簡単ですが、事例ごとにメリットとデメリットを比較してより理想的な監視社会の在り方をしっかりと議論する必要があると思うのですが、皆さんはいかがお考えでしょうか。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタンシェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。